はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。7月はですね15日の土曜日でございますね。ロイター、これは昨日の12時30分に出た記事ですね。お昼ですね。ロシア指導部ワグネル反乱以降に相当な摩擦と混乱、米軍トップと。1分で読むって書いてありますんで、どう読みますね。米軍用機内って書いてある。13日ロイター軍用機の中から原稿送ってるんですか。米軍制服組トップのマーク・ミリー統合参謀本部議長は13日、アジアへ向かう米軍用機内で同行記者団に対し、ロシアの指導部内には先月の民間軍事会社ワグネルによる反乱以降相当な摩擦と混乱が生じているとの見方を示した。だがウクライナの前線に及ぼす影響については依然として不透明だとした。つまりロシア軍の上層部はですね、うじゃうじゃうじゃっとなんか混乱してるわけですね。まあでもそれが前線のですね、に影響してですね、ロシア軍は乱れて敗退するのかというかというとそうでもないと前線の兵隊さんたちが頑張ってるということでしょうかね。ミリー氏はロシア指導部について、戦略的レベルでかなり摩擦と混乱が生じているのは極めて明確だと述べた。上層部では多くの劇的な動きが進んでいる。最終的にどのような展開になるかは依然として確かではないと語り、今後多くの動きがあると見込んだ。ウクライナにおけるロシア軍の現場レベルの動きについては、足元の戦況と日々の生き残りに集中する公算が大きいとした。まだ続きますね。またワグネルの創設者プリゴジン氏について、ロシアとベラルーシの間を行ったり来たりしていると思うと述べたが、現時点での所在には言及しなかったと。そういうことで終わっております。はい。まだね、そのプリゴジンの反乱以降ですね、ロシアの、偉い人の首が飛んだりとかですね、何人かが拘束されたりというようなことは伝わってきてますけども、前線でですね、ロシア軍が敗退を続けているみたいなニュースは入ってきていませんね。今後、これからなんでしょう。であとウクライナ軍がですね、どんどんですね、土地を取り返していると、国土を取り返しているというようなことも来ていませんね。それも今後の展開なんでしょう。ただロシア軍の上層部がですね、こうぐちゃぐちゃになっているというのは事実のようでして、アメリカはですね、相当なところまでその実情を掴んでる感じがします。多分なんていうかな、アメリカ軍に情報を流してるね、ロシア軍の上層部の人間なんてね、1人や2人ちゃうと思うんですよ。5人や6人や10人や20人ぐらいいるんちゃうかなと、と思います。というのはプーチン政権ってのはもう多分終わるわけなんですよ。もういつ終わるかというだけの問題で、明日なのか2年先なのか1年先なのか 2ヶ月先なのか、5年はないと思いますね、どう考えても。2年もないと思いますね。僕は1年以内ちゃうかなと思うんですけど、とりあえず終わります。来年選挙がありますね、一応ね。その選挙でプーチン氏がですね、健康で生きていればですね、当選しないということはありえないんですけども、またそこで大きな混乱が生じる可能性もありますね。なんで、1年はないと思うんですけどね。ご本人の健康もありましょうし、もともと健康であったんですけども、やっぱりウクライナ始まってからね、相当精神的にも来てると思うんで、それが体調にも影響を及ぼすんじゃうかなという気はしますよ。はい。でですね、このですね、ワグネルの反乱
というものはですね、後世、例えばどうですね、50年後とか100年後にですね、歴史として伝えられるときにですね、ロシア軍崩壊のきっかけというふうにしてですね、歴史に記述されてるんちゃうんかなという気がします。もうもちろん僕がですね、生きているうちにまだこれは歴史にはならないと思うんで、やっぱ最低でも30年40年経たないとですね、まあ歴史とはならないと思うんで、そこまで私生きてませんからね。あと40年も生きたら100歳やんなもん。それは無理でしょ。そんなに長い生きとないよ、ほんまに。まあそれはいいんですけど、多分このワグネルの反乱、プリゴジンの反乱と言ってもいいと思いますけども、これをきっかけにロシア軍は崩れましたというふうに歴史書には記されるんでしょうね。これプラスですね、プーチンはですね、ロシアという国をですね、こう滅ぼした。まあどういう形の滅ぼされ方なのか知りませんよ。ただプーチンだけはプチンとされてですね、じゃあ、まあ違う人がですね、代わりにこうなんとか統治できるかも分かりませんし、まあできない可能性の方が高いと思いますけど、あるいはですね、誰かが言っているようにですね、ロシアがまたですね、41にですね、分裂するなんてこともですね、あり得るわけであって、仮にそうだとするとですね、プーチンは間違いなくロシアを滅ぼした男ということになります。ご本人はですね、英雄気取りでございましてですね、自分をスターリンになぞられるのか、なんたら大帝になぞられるのか、アレキサンドルなんたらやったかな、なんかそんな、なんかね、プーチンってね、暇があると歴史を読んでるんですね、それもロシアの。で、なんかやっぱりね、自分をなぞられるですね、昔のロシア帝国時代の皇帝がいるんですって、ピョートルではないようですけどね。もう一人なんかアレックスなんとかって言いたいような気がします。まあ誰でもいいんですけど、で、あとスターリンを非常に意識しているところがあるんですけど、まあスターリンはですね、生きてるうちはですね、ソ連は安泰でしたけどね、でもですね、ゴルバチョフの時に、ね、ソ連はなくなったわけですけども、まあ、ゴルバチョフはね、あいつはいいやつでしたよ。ゴルビーね、あいつはいいやつでしたけど、プーチン悪いやつですからね。プーチンはまあ言うてみりゃ、ミニスターリンみたいな感じのですね、悪いやつですから、どういう終わり方をするのか知りませんけども、まあとりあえず多分このウクライナ戦争もうすぐですね、ウクライナ側有利でですね、終わりに向かうと思うんですけども、それのきっかけはやっぱりこのプリゴジンのワグネルの反乱ではなかったかなと。ほんでまたこれね、この後ね、ワグネルってね、まだ解体されていないみたいなんですね。重火器はみんな引き渡したそうですけど、でも一人一人が武装解除されてですね、お前は刑務所に戻れとか言われてるようなことは聞きませんね。だからどっかで固まってですね、その行動してるんであれば、やっぱり武装勢力ですからね、また反乱めいたことをやるかもわからんし、それはどういう動きなのかわかりません。で、言うてみたらですね、軍内にまたこの動きを見てですね、反乱を企てる部隊があるやもしれませんし、で最後はやっぱりプーチンのですね、取りに行かなきゃいけませんね、プッチンしに行かなきゃいけませんね、それが成功すればですね、まあ、ロシアはですね、プーチン時代が終わるわけですけど、まあ、その日は近いのではないでしょうかね。ただもうご本人相当に警戒をしてますね、それをね、プッチンされるの。でもまあプーチンがいなくならなければですね、この戦争終われませんからね。プーチンさえいなくなればですね、次の人次第ですけども、次の人がごめんちゃいってやればですね、全部ですね、一切罪を問われない、戦争犯罪的なことを一切問われないという条件のもとにですね、軍をですね、2014年以前のところまで戻すというような取引なら可能だと思うんですよ。ゼレちゃんもそれやったら飲むかも分かりませんね。いやそれは飲まへん、戦争犯罪は遠いんやと、いや賠償せえとかですね、そういうことはですね、言うかも分かりませんね。戦争犯罪問わない代わりにね、金で解決しようやないかというのはできると思います。でロシアという国は恒常的にドルが稼げる国なんですね、資源があるんで。だから金で解決やったら受けられるんちゃうかなと。
まあ、とりあえずどっちにしろですね、プーチンさんがいなくならない限りはですね、終わらないというふうには思います。ではこのロイターのですね、ロシア指導部ワグネル反乱以降に相当な摩擦と混乱、米軍トップという記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。